日本に来て3年。長いようであっという間だったね。いろんなことを思い出しました。アリスと出会った日、高校生活の3年間。そうしたら涙より笑顔の方が出てきちゃいました。あのね、シナ、実は。ここが京都で有名な奈良公園ですか。金閣寺と金髪ってご利益ありそう。私はアリスという名の世界遺産に釘付けですよ。神社とお寺って何が違うんだっけ。この大仏様は夜になると奈良の空を飛びパトロールするで。私たちが友達になるのは運命だったんだね。私とアリスは小さい頃からずっと一緒。きっと来世も一緒なのです。なんとなくだけど、これからも仲良くしていくんだろうなって。この道を通るたび思い出すのね、この輝かしい日々を。日本とイギリスって思っているほど遠くないんだよ。私たち考えてることは一緒だったんですね。劇場版金色モザイクさん。